では宮里選手にインタビュー伺います。お疲れ様でした。今日、3日目のラウンドを振り返っていただいて、ご自身いかがだったでしょうか。そうですね、ティーショットもう少しこう調子が上がらなくてですね、前半もなかなかこうスコア伸ばせずにいたんですけども、後半幸いこうパッティングが良くなってきて、長いバーディーパットをいくつか決められたので、それはいいスコアにつながったんですけども、やっぱりもう一押しちょっと足りなかったっていう感じがしますね。その今おっしゃっていた一押し、やっぱりちょっとの明日に向けてもあると思うんですが、伸ばせなかった原因というのはご自身どういうふうに考えていらっしゃいますか。ティーショットだと思ってますね。やっぱり18番もバンカー入れてしまったりとか、こうなかなか攻めきれてない部分が、あったので、その辺ティーショットをもう少しこうフェアウェイに置けるように、いいイメージでこうティーショットを打てるようにですね、明日はセットアップからしっかりしたいと思います。現在ちょっと台風といいますか、天候が悪い中という中で、今日3日目を迎えたと思うんですが、そこのあたりも宮里選手は気にされて今日はプレーをされたんでしょうか。そうですね、一応その、3日目やっぱりトップに立っていることが大事だったので、そういう意味ではすごく残念ですけれども、もし明日あれば頑張りたいと思いますけど、最後に明日に向けて一言お願いします。そうですね、バッティングの状態はいいと思いますので、しっかりティーショットを、いい位置に置ければ、パワーも上がってくると思いますので、楽しみですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。